倉庫の独り言誕生日とか例えばクリスマスに入籍するっていうのは果たしてどういう心理からなんやろうかなんて思ったりさらに特別な日にしたいってことかそれとも忘れにくいようにとかなのか女性の心理的には 誕生日とはまた別に特別な記念日を作って新たにお祝いできる日を増やしたいとかそういうもんなんかなって勝手に想像してたりしたんですけどそういうわけでもないのかな経験がないんでよくわからないんですけどその辺どうなんでしょうか